上る不正に不意打ちをかけられるとは油断にも程がある。して上皇様はどうなされた。上皇様は、はい、いや字では分からん。もっとお呼び。はただいま。すぐ。六波乱に留守を守る奴が一人もいなかったとは、何というたわけ者どものつまりだ。信西殿の首が地獄門にさらされたのだ。そればかりか。上皇様も城西門院様も敵の手に渡ったというのか。はい、一時は三条殿をお立ちの木の模様に見受けました。裏切り者は誰と誰だ。宋の方眼の渦、それに坂上の金なりも組みしたというのじゃの。はい、兄森忠も謀反に加担いたしました。あやつまでもか。わかった。下がっておれ。事態は一刻の猶予も許しません。一緒にご自宅は。上がっておる。最初は受け。父上、森藤の申すこと道理かと思われます。ためらっては悔いを潜在に残しましょう。大勢合わせて54人、しかも鎧なしのこの姿でどうして戦ができるのだ。その気ならばお気遣いなく。弓矢甲冑は人数だけ、いつも二段の中に忍ばせてあります。持ってきておったのか。はい、かかることもあろうかと存じ。森藤、下がっておらんか。